ちは。こんにちは。はい。さあ、ベスト9がね、はい、先日発表され、はい、まあ、いろいろな活躍した選手たちが発表されました、はい、が今日はその逆です。逆ベスト9、がっかり、がっかり、ね、期待してたのに、もうちょっとできたのに。いや、そうなんだよ。本当にね、今から名前を挙げる人たちっていうのは、はい、本当に期待してたし、はい、好きな選手ばかりなんだよ。そうなんです。だから心苦しいんだけど。そうだから、誤解しないで聞いていただきたいなというところです。福田さんが期待してもっとできたよねという意味を込めての逆ベスト9を、はい、今日はちょっと発表しようと思います。なんでこんな企画になったのっていうことだよね。まずは本当に、いや、黙っときゃいいじゃないかって。いや、そうなんですよ。でも黙ってられないんだよ。もっと頑張ってほしいから。そうですね、頑張れ頑張れっていうエールも込めて。そう、ちょっとなんかこう心苦しいですね。まずピッチャーはっていうところから、はい、まずピッチャー、セ・リーグ、セ・リーグからいきましょう、はい、ピッチャー高橋奎二。もっとできたのにっていう。いや、このピッチャーのね、持ってる力ってね、はい、こんなもんじゃないよ。そうです、ね、確かにね、今年は WBC とかいろいろあってね、うん、調整難しかったと思うんだよ、はい、ただやっぱ打たれ方が尋常じゃなかったな。それとボールがいってなかった。それはどうしてだったの。なんでだろうね。やっぱ調整がうまくいかなかったんじゃないかなっていうような気はするけどもね、うん、ただ日本のためにすごく頑張ってくれて、うん、まあ、優勝までね、勝ち取って帰ってきてくれたけども、はい、でも彼の投げっぷりだとかボールの勢い大好きなんだよね。いいですよね。いいんだよ。それだけにこの成績はないだろうっていうような、うん、まあ、そんな感じがするよね。そうですね、うん、やっぱりファンも同じことを思ってたんだと思います。まあ、そうだね、うん、今日は勝つだろう、今日は勝つだろうと思って見てたんだけど、はい、期待を裏切られたなって、うんうんうん、思ったね。そうですね、うん、だからやっぱりヤクルトも苦しんでたよ、ピッチャーで。今年そうでした ね。だけどお前がしっかりしなきゃいけなかっただろうっていうね、うんうん、まあ、計算が崩れてしまったっていうこともありますしね、まあ、まあ、そうだね、はい、ピッチャー高橋奎二投手。じゃあキャッチャーです。これはね、うん、ここかも分かんないけど坂倉。え、意外。意外でしょ、はい、俺坂倉のバッティングって大好きなんだよ、はい、でね、本当に隙のない構えから放たれた打球っていうのは、うん、素晴らしいものがあるんだよ、うん、で今年俺が言い訳してあげると、はい、キャッチャーをやったからそこまで気が回ってない。確かにキャッチャーとしては成長したかもわからない、はい、でもやっぱ打たないと坂倉は。あ、そういうキャッチャーですもんね。そうそうそう、打つピッチャー、打つキャッチャー、ね、あ、打つキャッチャー、はい、そうなんだよ。だから俺は期待度がね、高すぎるから坂倉に対してね。そうか、名前を持ってきたのも分かんないけど、うん、もっともっと3割30発ぐらいのポテンシャルを持ってるんだよ。はい、いや、だからちょっとね、物足りないんですね。俺には物足りなく映った。そのキャッチャーとしてではなく、やっぱりバッティングの方をもっともっとっていうことですね、うん、でね、森の話を聞いたんだよ、西武時代の森、はい、その当時っていうのはピッチャーがあんまり良くなくて、うん、打たれることもあったんだよ、うん、でもね、バッテリーコーチをやってた秋元っていうやつがいるんだけど、うん、それ一緒にやってた時があってね、はい、横浜で、で聞いたことがある、はい、森は守備は守備、バッティングはバッティングってガラッと変えますよって、あいつはって、だからあれだけ打てるんですって、はい、だから坂倉ってまだ打たれたことを責任を背負いながら打席に入ったりする部分があったから、うん、もっとできるから。ああ、そうなんですね。だからそういう意味でちょっとがっかりっていう、ね、うん、期待も込めてですね、はい、ファーストです。ファースト、これ話にならん、うんうん、ビシエド。あ、もうそれはそうですね、確かに。ビシエドは8月1打点とか、やっぱ記録をこう追っていくと、いろんな使われ方もしたかもわからないけど、これは自分の招いた種だからね、うん、だから自分で刈り取る作業をしなきゃいけない、うんうん、だからそういう意味では、そのあれだけのお金をもらってて責任を果たしたかっていうと、まあ、全く責任はね、うん、取れてないし、確かに、だからもっともっとできる。しかもファーストビシードがビシッと決まってれば、うん、そんなにファーストでとか悩むことも、また得点力もね含めてね、はい、軸がしっかりしておいてくれればね、うん、だからそういう意味ではちょっとがっかりしたかな、うん、金額の働きは全くできてなかったってことですね、はい、セカンドです。セカンドは山田、うん、そう、山田哲人選手ですね。あ、ここ最近体の状態っていうのがさ、なかなか戻らないんだよね。ですね、うん、だからこれ一回本当にオーバーホールして、はい、体を整えて、うん、もう一度トリプルスリーをね、はい、やるぐらいの、まあきついよ、うん、
トリプルスリーやるって打って守って走って飛んでみたいな、はい、まあ、飛ばなくてもいいんだけど、いやだけどそこがベースになってるからさ、彼を見る基準、はい、だからそれは辛いと思うよ、うん、で彼もよくやってるよ、うん、打てない打てないって言ったって20発打ったりとか、はい、いろいろしてるけども、だけど彼の能力からしたら物足りない、もう一回体を鍛え直してやってほしいなっていうふうに思う、はい、ですよね。だから打順もね、定位置の3番じゃない時もあったので、そうそうそう、やっぱり3番が山田哲人選手っていうイメージなので、まあそうだな、うん、そこをもう1年間ね、はい、ずっと守り通して、うん、まあ、やってほしいなと思うね。ですね。サードです、村上、ヤクルトのね、ヤクルト、いやまあそうなっちゃいますよね。まあ確かにね、最後の方は打ったりとか、はい、で打点もね、うん、勝利に結びつけるような打点というのはすごく多かったけども、はい、だけどやっぱこう守備が今年悪かったな、特に。そうですね、うん、だからもう一度やっぱこうなんていう、まあ、WBC っていろんな刺激を受けて、うん、でいろんなことも試しながらやったシーズンだとは思うけども、はい、彼の能力、三冠王が示すように、はい、そこなんだよ、そうベースがね、ベースがそう、だから村上が出すとワクワクするしさ、はい、あの眼光鋭くピッチャーを見る目っていうのはすごいしね、でリーダーシップもあるし、うん、だからこの成績じゃ俺はやっぱ物足りなかったなっていう、あ、そうですね、感じがするね、うん、ただその本当に価値ある打点っていうのを多く上げてるんだよ、村上っていうのはね、はい、だけどそれだけじゃダメだよね、もう去年でベースができなくなっちゃったんですよね。いやだから彼はもっとできるしね、はい、もっと三冠を取った時の数字を超えるぐらいのポテンシャル持ってるから、うん、はい、まあ、頑張ってほしいなと思うね、はいはい、さあショートいきましょうか。ショートはね迷った、うん、おまあ、長岡にするか、はい、小園にするか。おー、ヤクルト、いや小園はね本当にね最後帳尻あったよ、カープの。そうですよね、来年に期待できる、うん、でもこれは1年通してやってくれないと、彼はまあまあまあ、これは広島の顔になっていくんだから。そうですよね、ならなきゃいけないし、うん、でまたチームを引っ張っていかなきゃいけないし、うん、だから小園の能力大好きだし、うん、そうですね、そう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 、あそこの家族も含めて大好きだから込み込みでね、そうそう、込み込みで大好きだから、もっとあの子供奥さんのためにも、うんうん、春先からもうとにかく頑張る、まあ、前半がね今年、うん、あのいなかったですからね、そうそう、うん、で長岡もそうなんだけどもね、うん、昨年の活躍があって、はい、オープン戦を見た時に、あ、昨年よりはやるだろうなと思ったんだけど、うん、ちょっと打率の方がな悪かったし、ね、もう少し上位を打ってくるかなと思ったら全然ダメだったしね、うん、そういう意味では長岡と迷ったけども、はい、やっぱ小園選手ね、もう小園はやっぱりリーディングヒッターの争いをしてなきゃダメだよ、はい、うん、だからそういう意味ではちょっとハードルが高いけども、うんうん、だけどやっぱ小園頑張れということで、うん、はいはい、さあ外野手3名です、はい、まずは塩見、まあねそうです、ヤクルト勢多くなってくるんだけどさ、はい、いやだけど塩見の怪我がなかったらね、うん、1年間通してたらチームがあの成績ではなかったと思うんだ。まあ、そうです、彼の持ってるその雰囲気だとか打席に入った時の迫力だとか、うん、それを1年間通して1番に座ったとしたら、うん、俺はヤクルトはこんな成績じゃなかったと思うんだよね、はい、だから彼の持ってるその明るさだとか、うん、野性味だとか、はい、そういうものが全く見れなかったし、うん、まあそれは時折は見えたよ、はい、うん、だけどこんなもんじゃないし彼は。そうですよね、うん、だからもったいないなって、怪我すんなよって。そうだ、前半ダメで帰ってきたと思ったらまたすぐ離脱だったので、そうそうそう、うん、確かにその姿を見ることがあまりできなかったですね。そうそう、それと名前が一番にあるとないのとでは他球団の脅威になることっていうのも絶対だからね、塩見がいるだけで、はい、いやだから塩見のこの離脱を繰り返したっていうのは、うん、ちょっと納得いかなかったな。来年はね、あのしっかり体を整えて、まあそうだな、ね、やってくれたらもうトリプルスリーの最有力だからね、うん、この選手は。そうですね、うん、頑張ってね、はいはい、さあ外野手2人目、2人目はオースティン、うん、お前何しとったんや言うてまあその一言しか出てこない、ね、いや、まあレギュラーとは確約はできないけどね、もう今や、うん、いやだけどオースティンがいたら三浦大輔監督だって少し楽できたら、うんうん、だけどこれが1年間通してさ、はい、数打席しか立たない、まあ、ありえないから。ありえないですね。がっかりどころじゃないよね。なんか何でしょうね、がっかり通り越したもんがありますね、気が抜けるよね、はい、でもまあ来年が最終年なのできっとやってくれると思うんですけど、まあ、やってくれると思うけどね、いや本当の意味
でのがっかりですよね、これも。うん、がっかりもいいところだよ。がっかり聞く。もう本当に。ですね、MVP だったら本当オースティンになるような感じですね。まあそうだよ。さあ、3人目です。秋山。あ、カープの、うん、はい。彼はもっとできるよね。もちろんそうだね。春先、すごく良かったんだよ。はい。で、今年、首位打者行くのかみたいな感じの滑り出しがあったんだけど、うん、途中からね、失速して、はい、平凡な成績には終わったけど、うん、彼はね、もっとできるはずなんだよね。うんうん、だからもうやってくれなきゃ困るしさ、はいね、もう本当にメジャーまで経験して、うん、ベストナインの常連じゃなきゃいけないんだよね。本来はそうです、ね、本来はそうなんだ、うん、そのぐらいの力あるし、はい、だからそういう意味ではその秋山をねちょっとね上げさせてもらったけど、はい、まあ、一生懸命やってるのは分かるんだよ。いやもちろん、うんうんね、ただやっぱプロって結果が大事だから、はいね、秋山ぐらいのクラスだったらもっと成績も一生懸命さもマッチするような、そういう活躍をしてほしいなと思うね、はいはい、じゃあパリーグ行きましょう、はい、パリーグのまずピッチャーからです、はい、藤井ソフトバンク、はい、まあ、今年から先発に、ね、転向して、俺千賀の穴を完全に埋めてくれると思ったわけ、10勝はしてくれると思ったわけ、うん、でも途中で離脱があったりとか、はい、離脱後帰ってきた時にもう中に入っちゃったりだとか、うん、だからそういう意味ではちょっとがっかりしたな。そうですね、彼の持ってる能力からすると、うん、先発だったら10勝しなきゃいけないと思ってたよ、うん、でもそれがやっぱちょっとな違ってきたっていうのは少しがっかりしたかな。そうですね、期待してた、ね、あの度合いが高かった分、うん、そうっていうことですね、うん、だから完全に千賀の穴を埋めてくれるっていうふうに思ってたから、そういう意味ではちょっとがっかりだったかな。そうですね、はい、さあ続いてキャッチャー松川、松川こう、はい、はいはいはい、いや2年目、はいね、今年は羽ばたくかなって思ったら、うん、1軍にちょっとしか入れずに2軍ぐらいしか続いた、はい、そのために佐々木朗希のフォークがなんか影を潜めたという時もあったからね、はい、やっぱ彼はねやっぱ佐々木朗希と組ましたら抜群だよ、はい、やっぱ止めるストッピングもそうだけど、うん、だけどやっぱ彼がいないから佐々木も苦労する時があったし、うん、だから松川ってもっとガーンと成長してくるかなと思ったらちょっと停滞しちゃったから。そうですね、ちょっとがっかりしちゃったな、まあ、去年がねすごくいい鮮烈なデビューというか、まあ完全試合もね、うん、その時受けてるし、はい、そうなんですよ、だから今年の成長に期待したけども、うん、そうではなかった。そうですね、ちょっと期待よりかはっていう感じでしたね。そうだね、はい、さあ続いてファーストです、山川。ああ、西武のね、うん、もうこれ、そうですね、今年のホームラン王が26本、はいね、山川いたら、ダントツで取ってるような可能性があるよ、そうですね、まあ、それとやっぱりチームがね、やっぱり山川がいないことによって、どれだけ苦しいんだかという、うんうん、ね、そういうことを考えると、ちょっとがっかりしたかな、うん、まあ、いろんなことがあったからね、まあ確かに、まあ、あの試合には出れなかったけども、うん、ファンはがっかりですよ、まあ、そうですね、うん、だから、まあ、ちょっとがっかりしたな、うん、はい、さあ、続いてセカンドです。中村ロッテの中村翔吾選手、はい、まあ、そうですね、もうね1年間かけて悪かったな、あの戻るってことがあんまりなかったですね、なかったな、だからどうしちゃったんだと思うんだよ、うん、で中村が3番でずっと打たせてたのが最後の方8番とか打ってたからね、調子上がってこない、上がってこないんだよ、なんだったんですかね、なあ1年間これだけの状態を逆に保つっていう方がなんか難しいぐらいの選手なんだけどそうですよね、だけど彼はやっぱロッテの中にあってのリーダーだしね、うん、だからもうちょっと頑張れたはず、ね、そうですね、だからまあ焦りもあったんだろうけどもな、うん、やっぱみんながこう苦しんでる時に、はい、自分まで苦しんでたから、うん、だからやっぱ二重の苦しみだったと思うけども、うん、でも彼の能力からしたら今年の数字っていうのは全く違うからね、うんうんうん、だからまあ来季に期待をしたいと、はいはい、続いてサードです、はい、栗原ソフトバンクの、あ、超怪我多いな、まあ、確かに怪我した箇所だけに治りきらないで見切り発車みたいなところもあったのかもわからないけども、うん、レギュラーと言われる人間は故障しちゃいけないよな、うん、もちろんそうです、うん、それとやっぱ彼のバッティングってやっぱ魅力的だしさ、はい、マスクもいいし、うん、まあ来年やるんじゃない、結婚もしたし、そう、ね、オフにね結婚されたので、なあきっと来季こそはもう膝でもなぜなぜしてもらってさもうね、もう頑張ってほしいよ、本当に。いや、そうですよね、やっぱこう日本のためにもね、うん、すごくこう尽力をした
選手だし、うんはい、頑張ってほしいなと思うよな。いやそうですよ。あのソフトバンクも苦しんでたのはやっぱ栗原がいなくなってから苦しんだしね、うんはい、それだけやっぱ貴重な選手だし、うん、やっぱ1年間出続ける体を作って、うん、来年しっかりやってほしいなっていうふうに思う、ねはいはい、さあショートです。上川畑日本ハムの、うん、うん2年目でしたね。球場が変わって苦労したな。あショートってそういうところ。いややっぱね素晴らしい球場なんだけどやっぱ難しいよ、うん、あそこのショートは。そうなんですね。天然芝で、はいね、土のグラウンドで、うん、難しかったと思うけども彼の能力からするとそれは平気で乗り越えると思ってたんだけど、うん、ちょっとつまずいたな。そうですね。それがバッティングにも影響が出たりだとか、うんバッティングからまた守備に影響が出たりとか、すごく悪循環を繰り返したんだよね、はい、だからそういう意味ではその本当に日本ハムのショートは俺なんだっていうぐらいのプライド、はい、自信を持って守ってほしいなと思う。そうですね、まあ、いやね新庄監督もやっぱり昨年ショート上川畑選手で来季もっていうふうな、ねまあ、構想はあったんだろうけどね。構想あっての今年だっただけに。でもあれじゃ我慢しきれないよなっていうふうになっちゃいますもんね。来年ね頑張ってほしいと思う、はいはい、さあ外野手3名まず1人目は1人目は島内楽天の、うん、はいどうしちゃったんだお前打点王まで取った男がさ今シーズンねそうですよね全くスタート効かないし、うん、なんかギア上げれないしねなかなか、うん、だからどうしちゃったんだろうなっていうふうに思ったけどね、うん、だから楽天の前半まあ、島内選手もそうですけど各バッターが調子が全く上がらなかったっていう連動しちゃったのかなって、まあ、例年とは逆でね逆でしたね、まあ、すごくスタートのいいチームで、うん、本来は春先からガンガン行く選手が多いんだけども、うん、最後の方はね、はい、すごく貢献はしてたけどもやっぱり1年間通してね島内なんかは一昨年なんかは4番とかね、はい、打ってたようなバッターだけにねまあ頑張ってほしいなと思う。ユニフォームが売れてないんじゃないかな自分のそれでちょっといやなんかヒーローインタビューで言ったことあるからねいや僕のユニフォームが売れ残ってるみたいだからってあのでも活躍ですればユニフォームも売れるので売れないらしいなんでそんな辛いよいやだから、いやだからでも本当にあのね押しも押されるスターになったら、はい、売れるかな。そうですねそうまだまだ頑張ってほしいですよ。ユニフォームを売るために頑張ってください。ために頑張ってください、はい、2人目です。藤原ロッテの、うん、はいものすごくチャンスがあったんだけどもさ、そうですね、春先良かったんだよねものすごく、うんはい、だけどやっぱもう途中から息切れして、うん、まあちょっとダメになったけど、そうでしたね。で守備もちょっとおかしくなってきてるんだよね。それは連動してるんですか。まあ連動というかまあそういうこともあるんだろうけどもやっぱもっとホップステップジャンプで、うん、ホップステップまで順調には来てたと思うんだけどジャンプができなかったな今年、うんだからもっと安定したね、うん、まあ能力的には素晴らしいよ、はい、やっぱり春夏連覇の4番、うん、打ってただけに素晴らしいと思うんだけども、うん、やっぱこうもっともっと貪欲にというか積極的にというか、うんまあ、やってほしいなと思うよね。3秒揃ってる選手だからな、はい、そうですよね、うん、なので来年の春のキャンプからね、まあ、ちょっと、うん、頑張ってまたっていうところですね、はい、さあ3人目です。3人目、はい、磯畑日本ハムの怪我が多い。良くなったら怪我する。足の速い選手が多いんだよ。多いですよね。うんまあ、ロッテの荻野選手もそうですね。自分の足の速さに筋肉がついていけないのかもわからない。ああ、そっか。だけどそういうことも考えて筋トレとかしないとな。はい、いやもうその日本ハムにこう磯畑1、2番いるっていうだけで相手は嫌だから。そうですよね。だから磯畑がいい時っていうのはやっぱり日本ハムに勢いあるし、うんね、いなくなっても勢いあるんだけどまあだけどやっぱり磯畑っていうのは能力的にね、はい、あの足っていうのは魅力だし、うん、ずっと1年間出続けて、うん、もう楽勝に取るぐらいじゃないと、はい、もうダメだということ。そのためにもやっぱなんか自分の速さとか、まあ、ある程度コントロールしたりとか、うん、そういうことがやっぱ大事になってくる。まあそうだな。スピードをねコントロールできないけどな、うん、あもうバッていっちゃう、まあ、なかなかな。まあ、それが売りだからさ、はいまあ、それはなかなかできないけどもだけどそれに耐えうるだけの筋力をつけないとね、うん、ね、そうですね、はい、さあ DH、まあ、DH はね考えてないのかな。ただ特別枠っていうのは考えた。特別枠があるんですか、うんはい、今がお前何やっとんやってああ、ね、今年そうでした。君は言ってる動画でもね
もう本当にあなたがリーダーになんなさいって、はい、ね、おっしゃみんながわわわわついてくるよ、うんうん、そのぐらいのこう明るさと笑顔の素敵さ、はい、そういうものを持ってるし、うんね、だから私はどうして今川、はい、焦りだろうな。あだけど、ね、新庄監督が言った、ね、レギュラーは一人しかいない、うん、でチャンスある今川、うん、もう同じ顔持ってる親戚がいるんだから街歩いてたら あれ今川のって分かるんだから、ね、だからあ今川君昨日打ったね打ったねとか言われるぐらいになんないと。そうですよね。そうだ今川頑張れ本当に。のね同じ顔のねお父様お母様のためにも。もう兄弟含めて親戚中あの顔だから。みんな今川って感じ。今川って感じの。街歩いてたらあ今川って分かるぐらい似てるから。だからそれで。昨日も、ね、活躍したね、今日も活躍したねって言われるぐらい ね期待を込めてですよね。期待してるからね。そうですよね、うん、新庄監督もね、うん、多分動画見てくれてんじゃないかと思うんだよ、はい、今川どうしましょうって俺に聞いたぐらいだあじゃあ見てくださってる見てくださってる今川の監督も気にかけてるんですよね。そうそうそうすごい俺が気にかけてるからもう新庄監督も気にかけちゃうもう心配されてます今川選手は。頼むぞ本当に。そうですよ ね、はい、まあ、ね逆ちょっとベストナインということで。そうだね、まあ、今回挙げた選手たち本当に能力がいやめちゃくちゃあるよ。いや下手すればもうこの人たちがベストナインになったっていいぐらいの選手たちばっかりだから。そうですよ、ね、力あるからぜひ ね来シーズン、うん、もうプロ野球を盛り上げるために、ね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい。